哲郎です。今能代の、天空の不夜城に来てます。でこれから夜がなればもっと明るく少しも迫力があるようになってきます。でけえわ。これ動画で入ってますよ。いや大丈夫ですよ。めんどくさいからそのままアップしてよければ。ちゃんと都民ファースト入れときますから。いやでもこれはなかなか壮大な絵ですね。あの今なんか温度上げ始まりましたね。地元の中学生がほとんどですね。かなり不夜城でかいです、これ。先頭のこれがちょっとちっちゃいんですけど、後ろのこれがかなりでかい。おっ、動きました。Let's go!
になれば明るくて綺麗なんだけどね。気がする違う気はしますけど、まあ、そういうのもあるんじゃないですか。足が出揃いましたね。で、まあ、これがイオンの能代店で、そこからですね。いやでも夜がもっと暗くなってくると綺麗ですね。これもっと。でもすごいいい雰囲気ですね。これ。Last time!
な。でけえ。青缶よりもはるかに高え。今通りの会場の端っこに来てて足を追ってきてましたけど、いやでかい不夜城のこの出汁がでかい、この建物のと比べるとよくわかる、相当でかい。あとでこれで折り返しですね。格納か、すげえな。結構曲がるのがしんどそうですね。雲が本当にいい。でこのまま折り返して格納かな。これ回るのがすげえ一手間かかってますね。天空の不夜城、いやーでも綺麗ですね、めちゃくちゃ。で今度はまあそうか、曲がれないから結構来てますね俺。で一回後ろ下がって切り返すのがすごいですね。一回じゃ曲がれないってことですね。足がちょっと曲がれなくて突っかえてますね。切り返すだけでもこれ大事っすね。まあこれから五条目帰るんだけど、まあ、結構ねすごいことになってるフィナーレ。なんか交流タイムっていうのがあるらしくて、まあ、ぐちゃぐちゃだよね。すごいことになってるわ。まあこれでちょっと一旦五条目戻ります。はい、ありがとうございました。気をつけてくださいね、本当。ありがとうございました。